こんばんは、平井博明です。ドライバー調子いいですか？皆さんどうですか？ドライバー右行ってないですかね？ドライバーって何のために打ちますか？セカンドショットのために打ちますよね。ドライバーはドライバーだけのために打ってませんか？そういう方はミスします、ドライバー。これ危険なんです。本当に。どういうことなの？平井博明のワンナップゴルフ。ティーショットでドライバー打つじゃない、うん、で、ドライバーに命をかけてる方は、うん、その一打目を集中するわけよ。うん、もうこれを絶対に自分の打ちたい飛距離を飛ばしてヘアウェイの真ん中に行ってやってたらミスする。ドライバーはそういうクラブじゃないから。ドライバーはセカンドショットを打つために今から打つクラブだから。だから自分のセカンドショットが打ちたいところに運んであげるだけのショット、ドライバーっていうのは。はいはいはい。そう、だから力感もいらない。うん、ティーアップしてるし、好きなところから打てるし。そう。簡単なんです、ドライバーって。ああ。でも、難しいって思っちゃう、難しくなっちゃう原因っていうのは、うん、ドライバーに一発に集中してるから。そうだよね。そう。あれだもんね。全力で振って、うん、フェアウェイの真ん中に、うん、落とすのが目標になっちゃってるから難しいんだ。うん、そう。言っていい？うん。それプロでも難しいから。だからプロはそういうことはやらない。ああ、そういうこと？そう。絶対やらない。そういうことは。だって、多分、ドライバー苦手な方、120点に近いことを求めてんだよね。うんうんうん、シンクって、うん、ストレートボールで、うん、ドローかストレート、うん、で、自分の限界の飛距離、うん、に行ったのが、うん、合格になる方が多いよね。そうだね。うん、そう思う。そうでしょ？そう思う、イメージは。もう、難しすぎて、当たらない。当たらなくなっちゃう。それプロでも難しい。難しい難しい。だって、変なんじゃん。例えばまあ、朝一じゃなくてもまあ、14回ドライバー使う中の、一発ピックアップしても、うん、例えばじゃあ俺だったら、うん、270ヤードの、芯食って、うん、ストレートかドロー、うん、お前打てよ一発って、うん、体温まってる状態でいいかなって言われたって、うん、めっちゃ難しいから。そうなんだ、うん。だからそんなことやんない。じゃあどれぐらいの感じを狙って打ってんの ?255。おうおう。255ヤードの7割スイング。うん。遠だろうがヒールだろうが芯だろうがどこでもいい。で、球筋はストレートか若干フェード。うん。まあストレートは出る可能性が低いってわかってるから、うん。スライスかフェードぐらいの感じ。うん。で、飛んでけば、うん。十分でしょっていう。やっぱそうなんだ。そう。そこでスコア決まんないからね。まだ。うん。それよりも、そこから次セカンドショットをピンに打つじゃない、うん、ミドルホールだったら、うんうん。そこが大事だから。そこで決まるね。そこで決まる。そこをどう攻めるのが、うん、優しいかっていうことだから、うん、じゃあ、ここが優しいと思ったんだったら、ドライバーをその付近に行ってればいいやっていうショットにドライバーを考えるというか。うん、そういうティーショットの気持ち、うんうんうん、特に朝一なんか、そういう気持ちだったら、もうちょっと楽になると思うけどね。うん、うん。だから考え方で、相当、ティーショット、ドライバーのショットっていうのは、変わる。だから、変な話、朝一なんて捕まんないと思ってるから、捕まえようとして打ってないからね、うん、そもそも。そう。だから、そういうのでいいのよ。はいはい。本当に。あれか、今言ったさ、うん、なんだっけ、芯でも、頭でも、ヒールでもいいっていうのは、うん、若干、どこかにこう寄ったとしても、うん、押してるから、うんちゃんと運べるってこと？運べる、運べる。そう。それ押せてるからなんだ。押せてるから。押せてるイコールクラブが動いてるじゃない？うんうん。で、なんだかんだ体の動きを取り入れてる方は、うん、やっぱり難しくなると思うの。うん、その理由っていうのが、うん、体を動かすよ、うん。クラブ動かないでしょ。うん、でも、俺はさ、手首打ちっていうのは、手打ちっていうじゃない、うんうん、手首動かしたら、うん、絶対クラブって動いちゃうの。そうだね、動いちゃうね。うんそれで打ってるの。あそう。だから手首をこうやって使って、うん、こうやって打つのね、うん。そう。体を動かしても、クラブは動かない。だから、すごくそういうことって、押しにも関係するし、うん、フェースのローテーションだったり、うん、ヘッドターンだったり、こう、ボールにこう力を伝えることがすごく重要になってくるのね。うん。だから、マシンじゃなくても、うん、ある程度のところに運べるわけね。そうそうそう。だからフェースの、この平らなところ、うん、どこでもいいの。本当に。オデッセイのパター、うん、
使ってる方だったらわかると思うんですけど、オデッセイってあのヒールにあのぐるぐるがある。あるね。あそこで打って芯外れて、うん、あの辺で打ってバーディー入ったこと何回もあるから。あ、そう。そんなのびっくりしないもん。気にしてないから。そうなの？うん。ここで打とうなんて思ったことないからね。面で打ったらどこでも一緒じゃんと思う。ああ。湾曲してないから。そうだね。そう。どこで当たってもさ、ターゲット向いてるはずじゃない？そうだね。うん。だって当たり負けしないようにしてるし。そうすると、よりその、押してるっていうことの意味が繋がってくるわけね。そう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 。例えばじゃあ、パター買ったとします。うん。3万円で買いました。うん。そしたら、ここで打っても、ここで打っても、ここで打っても3万円だから。そうだけど。そう。全部一緒。そうだけどね。うん。それはそうだ。で、ちゃんとさ、自分の、なんだろう、打ちたいインパクトの強さで打てて、うん。フェイスアングルが狂わないように準備をしてるから、うん。別にここで打とうが、ここで打とうが、ここで打とうが、うん。同じとこ行く。変わらない。だから本当に、この辺、ヒールとかで打って、うんうん、本当にバーディー決めたこと何回もある。パターでも違うところに当たっちゃうことあるんだ。ある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 。気にしてても違うとこ当たるし、うん、気にしてなくてももちろん当たるし、うん、だから当たんないもんだと思ってるからね。あ、そう。だからストレスがないのよ。うわ、芯食わねえ、芯食わねえって思わないのよ。芯食ったらラッキーだから。そう、だからあんまり気にしたこと、そんなに、大きく外れることはないけども、まあね、それはそう。例えばちょっとプレッシャーかかったり、うんうん、ちょっとヘッドがブレたりしたら、うん、風の人がさ、うんうんうん、そういう時に平気でヒールとかでもうオデッセイのぐるぐるに当たって打っちゃうこととかもあるし、でもそれはもうそんだけブレてんだからしょうがないよねっていう。だからその平らなところに当たったら、うん、害はないから、うん、まあ、それは全然 OK だよねっていう。あ、そうなんだ。そう感じ。だから求めてる得点が高すぎる場合のストレスってあるよね。ああ、そっか、うん。さっきのドライバーのね。そうそうそう、一緒一緒。マシンを食って、そう。120% で、そう。ストレートで、みたいな。そんなのだって年何回あるのって。そうだよね。練習場だって何球打ったってなかなか出ないんだもんね。そう。だから、数えられるか出ないかじゃない。そうだね、そうだね。それを求めても難しくなっちゃうだけだから。全然いいですそんなの。ああ、じゃあそうすると自分が例えば250ヤードマックスで飛ぶんだったら250では計算しないってことね。しない。しないね。っていうことだよね。あ、だからよくヤーデージブックってあるじゃない。うんうんうん、あれでバンカー越えるのに245とかだと、うんうん、あっと思うもん俺。あ、そう。あ、危ねえなと思う。もしヒール食って、うんうん、フェードしたら。右にバンカーがあって、うん、普通に芯食ったら怖いんだよ、うん。だけど、もしものことがあるじゃない、うん、だから絶対避けるからね。あ、そうなんだ。うん、2、3、5切らない限りは、無警戒にならない。2、3、5までは警戒するからね。簡単に落ちるから、飛距離。あ、そう。うん。例えば7割で振って、ヒール食って、うんうん、多少スライスしたら、うん、キャリー240以内とか絶対あるからね。あ、そうだよ。キャリーだからね。そう。だから、そんなのはもう絶対避ける。そういうことがちゃんとコースでできてるかどうか。それももうマネジメントだと思うんだけど。どれぐらい落ちるかを把握しなきゃダメよね。そうだね。いや、みんなもうマックスで計算してるでしょ。マックス。250ヤードだな。そう、250計算でしょ。そうそうそう。で、しかも、250ってトータル飛距離でしょ、多分。あ、そうか。キャリーだったらそうだよね。235とかでしょ、キャリー。うん、だ235を確実に超えないと、うん、ダメ。ゴルフ場のレッスンやってて、最後、2、3ホール回る、じゃない、うん、で、ショートホールとかで、うん、ピンまで、150、うんうん。で、何ヤードのクラブ持つんですかって聞くと、うん、145っていうの。なんで？なんでだよね。届かないじゃん。そう。なんでなの？だって、145飛ぶって、限界打ったって届かないじゃない。そうだね。で、限界行かなかったら、芯外れたらどこまで下がるのって。そうだね。うん。俺、それ疑問なんだよね。あ、でもそうやって選ぶんだ。うん。なんでなのかなと思って。そう。ピンポジションにもよるけど、うん、例えば、一番ピン奥で、150で、うん、で、145のクラブだったらわかる。ああ。手前が広いから。うん。でも、センターかセンターより手前ピンで、うん。150で、うん、145のクラブって、うん、もう絶対ダメじゃん。
乗んないよね。そう。要は95点以上しか乗らないじゃん。そうだね。うん。今それが打てるかどうかじゃん。そうだね。そう。それをどん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 そうやって考えていくと、うん。あ、上げなきゃって思うよ、番手を。うんうんうん。それでスコア買うからね。そうだね。結構。そうだよね。なんで届かないくらい持っちゃうんだろうと思って。例えば、7番と8番で迷ってるんだったら、うん、7番より8番の方が確率が高いと思って、うん、飛ばない方の145を選んだのか、うん、そもそもゴルフは手前からって言って145を選択してんのか、わかんないけど、良、うんうん、くないよね、うんああ。可能性がなくなるじゃんだって。そうだね。ああ毎週一人はある。あ、そう。うんあの、リピーターの方なんかは、それやらなくなってきたけど、うん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 、初めての方なんかは結構あるね。あとね、まあ、今、ポッと思い出せないけど、結構そういう疑問的なことって、ある、うん。ってことは、お客様からしたら、プロの考えてることが疑問になることももちろんあると思うんだよね。うん、それを、どんどん質問してほしいよ。なんでですかって。うんうんうん、やっぱりね、少なからず、うんあの、ワンナップゴルフと、まあ、ゴルフ場のレッスンと両方来てくださって、上達してる方って、めちゃくちゃ質問してくれる。うん、へぇなんで、なんで、なんでって。解決したいんだよね。うん。多分、ハテナをね、疑問を。それすげえあるなぁ。結構あんだな。ドライバーの話からこういう話になっちゃったけど、うん、本当にその、ティーショットのドライバー、うん、ショートホールでもそうなんだけど、うん、今の目の前のショットを何のために打つかよね。うん。うん例えば、ドライバーのティーショットで、シンクって250ヤード飛んで、自分の中で120点でしたって言っても何も残んないのよ。自分の満足しか残んないのよ。そうだね。だからそこだよね。そうだね。確かに。そうだね。だからそこの考えがね、変わってくると、スコアも変わりますんで、ぜひその、まあマネジメントを含めて、ワンショットのあり方っていうのをですね、もう一度考え直していただいてですね。打っていただけたと思いますんで、ぜひ参考にしてみてください。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、レッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですね、をオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。